福岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズの8回戦です。解説は富山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いや、もちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ、野手も気合を入れて対戦してると思います。ではそのあたり注目していきましょう。まずはホークスの先発松坂がヤフオクドームのマウンドに上がります。評価は西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりはどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。小宮さん、ここはバッテリーどんな思惑でしょうかね。まあ、そうですね、外を意識させておいて苦手のインコース、スライダー系の変化球で勝負する感じでしょうか。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。低め決まった、ノーボール2ストライク。見逃して三振です。バッターは3番笠村。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは松坂、そしてキャッチャーは鶴岡。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。2球目を見送っています。ファウルになります。ここはバッター少々のボール球を当てにきますよ。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。変化球で空振りを取ります。2回に入ります。ライオンズの攻撃、バッターボックスには指名打者の中村。昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。さてホークスの先発は松坂、今日が8試合目の登板です。前回の登板は9イニング投げて白星を挙げて、さらに防御率も現在リーグトップとなっています。見逃し三振、ワンアウトです。いいところ投げてきますね。バッターボックスメヒア、2試合当たりが出ていません。松坂、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。低めの球決まった、あっという間に2ストライクです。痛烈、やっていった。ワンアウトランナー一塁です。次のやつも、次のやつは結構やばい。バッターは6番斉藤、ここのところ当たりが出ていません。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか、今のはボールになります。この球は外れています。さあ追い込んで次は何で来るか、まあ、バッターも手を出してくるカウントですから、インコースのストライク、変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは7番に入っている金子、昨日は猛打賞を記録しています。ツーアウトランナー1塁です。次が3球目、インコース決めました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。小宮さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、言うことないというぐらいの出来じゃないですかね。そうですよね、小宮さんからお墨付きをいただきました。低め見送りました、ストライクです。ノーボール2ストライクです。これはバットです、三振です。まず一つアウトを取りました。バッターも迷ったような感じでしたね。まあ、助かりました。バッターは9番に入
脇屋、松坂、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。膝元をつきましたが外れました。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って栗山。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。インサイド変化球決まっています。打ちました。これはどうか。今宮、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。には2番渡辺。ホークス得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。そうですね、塁に出して余計な神経を使いたくないですからね。まず先頭バッターはしっかり押さえたいところですね。そうですよね。打ちました。これはどうだ。アウト。ここは送球が間に合っています。打席には3番バッター浅村。まずはワンアウトを取っています。豪快なスイングは空振りになります。ストレートはわずかに外れました。ファウルになります。入りません。緩いボールを持ってきました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。見逃し三振。バッターは今日 DH に入っている中村。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。入れてきました。ノーボールツーストライク。変化球空振り。点取ってくれんね。キシってそんなにいいのか。小宮さん、ここまでお互い譲らず冷静な練習ですね。そうですね、個人的にはこういう試合が大好きなんですけど、見てる人はちょっと退屈かもしれないですね。俺が浮かしたら当選もきついよ。インコース決まりました。あっという間に2ストライクです。見逃して三振になります。インコースを待っていたでしょうか。最後は見逃しです。いいとこ投げてきますね。バッターボックス斉藤、松坂、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはホークスが松坂、そしてライオンズが岸、この2人の投げ合いとなっています。低めストレートストライク。ノーボールツーストライクです。見逃して三振です。これで10個目の三振を奪いました。いや、非常にハイペースで飛ばしてますね、小宮山さん。そうですね、今日は非常に調子がいいですね。ここからの投球にも注目です。バッターボックスは7番金子。ツーアウトランナーありません。初球簡単にストライクを取ります。打ちました。高いバウンド、サード取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ライオンズの攻撃、8番バッター炭谷。
ホークス得点に動きはありません。0対0で6回を迎えています。ノーボール2ストライク。改めてお聞きします、バッターボックスの隅谷、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、はまればホームラン。打ちました。ファーストが前に来る。この球は外れています。インサイド落ちました。三塁線破っていった。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあランナーを置いてうまく持っていきました。非常に速い打球でした。まずはインコース、高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツー体制のままですね。バントに見逃し三振、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター栗山、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナー1塁です。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか、さあ勝負してくるのか。バットは動きません。よく見ています。これはバット出ず三振です。ツーアウトになりました。バッターは2番渡辺、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナー1塁です。見ましたがこれはストライク。あっという間に2ストライクです。さあ勝負してくるのか。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。見たんですね。3打しか打ってない。3打じゃ手に入るの、確かに。これはね、試合始まる前からやっぱり相手チームのピッチャー意識してますよ。なるほどね。入りました。ノーボール2ストライクです。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。4番バッター中村、松崎、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。空振り、インコース決めてきた。ノーボール2ストライク。変化球外れました。ボールになります。インコースへのシュート決まりません。フルカウントです。見逃して三振になります。ツーアウトランナーありません。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。低め、あっという間にツーストライクです。外、わずかに外れた。打ちました。ショートが取る。一塁アウト、スリーアウトです。マジか、点取らねえな。8回の表ライオンズの攻撃。バッターは6番斉藤。ホークス得点に動きはありません。0対0で8回を迎えています。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。小宮山さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のピッチャーの心理状態はどんなもんなんですか。まあ、どうですかね、その味方が点がなかなか入らないということもあるんですけども、目の前のバッターを打ち取るということに集中している、そういう感じで投げ入れてると思いますけどね。なるほど。
さあ仕留められるか。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。そうですね、小技もありますからセーフティーバントなんかも警戒しておきたいですね。なるほど、そうですか。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。金子、ヒットが出ます。ワンバウンドランナー1塁となりました。小宮山さん、これはピッチャー不用意です。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。セカンド、ライナー掴んでアウト。ツーアウトランナー1塁と変わります。二塁タッチアウト。盗塁失敗。これでスリーアウト。ここは二塁への進塁を許しません。まあ、よくこの俊足のランナーを刺しましたよね。小宮山さん、今日は素晴らしい投手戦になっています。ファンからの熱気も伝わってきますよね。初戦も本当にしびれる展開なので、まあ最終回どうなりますかね。目が離せないですね。決まります。さてバッターのバッキア、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、内野安打が多いの。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに返って栗山、松坂、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。打ちました。左中間へ打球伸びる。レフトが取りました。ツーアウトです。打席には2番バッター渡辺。ツーアウトになっています。アウトコース、ストレートが決まっています。インロー見極めています。ライダーが決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。ソフトバンクホークスがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、やはりサヨナラ勝ちというのは勝利の延長ならで勝った。そうなんですね。延長戦きついよね。マネーもなんか10回ぐらい10回ぐらいになるしつらいとか。そうなんですね。やっていけるんでしょうね。延長無理とかって言えるのかね。サヨナラ勝ちという次の回もやってくるかって言われたら、ちょっと肩が重いかって痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークスが見事勝利を収めています。今日の解説は宮本さん、西藤久志さんのお二人でした。どうもありがとうございました。とか失礼しました。枠いつも思ったな。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。